かわいそうな子なんだよ。彼女が高校の時両親とも殺されてな、復讐だけが生きがいなんだが、あの体じゃな歩けるようになる。兄弟のふりしてここに住んでいるのは何のためでしたか。普通の暮らしをするため。つまりトラブルや喧嘩はダメ。公園に変なストーカー男がいて声かけてきた。佐藤君、ひな子の足を気遣ってくれたんだって。そういう感情があるとはな。呼び方を変えよう。ファブル。前に殺せと言われた男に会った。4年前殺されたのは俺の弟だ。弟の恨みを晴らす。手が汚れてるよ。こんなものは汚れたうちに入らない。佐藤は今までどんな風に生きてきたの。俺たちでファブルをやろう。生半可なやり方じゃダメだ。計画だよ。Rain on me。自信をくれる。だから佐藤やその周りの人たちに危害を加えないで。ひな子、お前の両親殺したのは佐藤だ。罪悪感があるから近づいたんだろ。ひな子の今後について話そう。絶対罠だよ。私にも銃を貸して。誰も殺せないんだよ。けど行く。責任や。普通ってのはそういうもんやろ。よっしゃ、じゃあこれうまくいったらな、時給100円アップやな。どこ見とんねん、どこ見とんねん、何おっとりしてんねん。